国鉄滝8400経過車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式と同一の専用種別である滝8450型についても本項目で解説する。滝8400型は1960年11月4日から1967年4月3日に、かけて15両が、川崎車両1社のみにて製作された。 本形式の他にアルミナを専用種別とする形式は、多岐2000系、多岐6400系、多岐7400系、多千8450系、多岐1500系、多機17900系、保機3000系、保機4050系の8形式がある。所有者は日本系金属の一社のみであり、常備駅は清水高専のみ保駅であった。大枠を含む、 構造物の大半は、退色アルミニウム合金製であったが、タンク体への、純アルミ、連結注意の表記はなかった。二役方式は、タンク体上部にある、積み込み口からの上入れ、タンク体下部にある、取り出し口からのエアスライドによる下出しであった。タンク体を含む車体は、無塗装であり、アルミニウムジー色であった。全長は 15,100mm。 全幅は 2740mm、全高は 3750mm、台車中心間距離は 1950mm、自業席は57.1立方メートル、自重は14.0トン、換算量数は、席車5.5、空車1.4、最高運転速度は、時速 75km、台車は12トン車軸を使用した川車、川車601、川車 601A。 川社601バイトである。川社601会社は本社が唯一の採用例であった。1984年4月27日に最後まで在籍した重量が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。多機8450バタは、 アルミの専用の40トン石タンク車として1962年7月30日から1967年5月20日にかけて7両が日本車両製造にて製作された。大枠を含む構造物の大半はアルミニウム製であったがタンク体への純アルミ、連結注意の表記はなかった。本形式は多8400系の増備が行われている中で行われた。 タキ8400系のタンク体が円形断面に対してタキ8450型は非円形断面である。積載荷重はタキ8400型と同じため事業席は同一であったが全体的にタキ8400型よりやや小ぶりであった。所有者は日本系金属の一社のみであり清水港線の美本駅を常備駅として 先8400型と共通運用された。タンク体を含む車体は、無塗装であり、アルミニウム G 色であった。全長は 14300mm、全幅は 2680mm、全高は 3738mm、台車中心間距離は 1400mm、GO 席は57.1立方メートル、地上は13.7トン、換算量数は、 赤車5.5、空車1.4、台車は12トン車事故を使用した TR41C である。1984年4月27日に最後まで在籍した4両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。多岐8453かつて常備駅だった旧、三保駅前に整備された。 ミホフレアイ広場に生体保存されている国鉄滝8450経過者に関するカテゴリーありがとうございます。